オート調理の温めをご飯を例に説明します。冷蔵や常温で保存したご飯を用意します。ご飯の分量と容器の重さは同じくらいにしてください。ご飯の分量は容器を含めて 1800g までが目安です。冷蔵や常温で保存したご飯の温めの場合、ラップは不要です。食品によってはラップが必要なものがありますので、取扱説明書をご覧ください。ドアを開けると電源が入ります。ご飯を入れた容器をテーブルプレートの中央に置き、ドアを閉めます。スタートボタンを押すと加熱が始まります。仕上がりは中に設定されています。冷蔵のご飯の場合は中またはやや弱の設定で加熱します。常温のご飯の場合は仕上がりボタンでやや弱に設定し加熱します。ご飯以外の食品の温めについては取扱説明書をご覧ください。終了はメロディーでお知らせします。ご飯を取り出してください。